古野正人は、兵庫県宝塚市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。2002年に、宝徳学園高校へ入学すると、入学直前の、第74回選抜高等学校野球大会で、2学年先輩の大谷智久、小崎久也を擁して優勝したばかりの公式野球部へ、遊撃手として入部した。3年次から当主へ転校。 一学年後輩の片山博士氏の控えという扱いでチームが出場した夏の第86回全国高等学校野球選手権全国大会でも登板機会がなかった高校卒業後に龍谷大学へ進学関西六大学野球リーグに加盟する公式野球部に入部するも3年時までは泣かず飛ばずで卒業後は 野球から離れて就職することも考えていた。かつて東京をヤクルトスワローズの投手だった山本次コーチの指導で4年次から頭角を表すと、春季リーグ戦で先発の2番手としてチームの優勝と第57回全日本大学野球選手権大会出場に貢献。ただし、同大会では登板機会がなくチームも初戦で敗退した。 周期リーグ戦では、5勝無敗という成績で最優秀、投手賞を獲得、春秋とも、ベストナイン。明治神宮大会代表決定トーナメントでは、初戦関東勝利も決定戦で敗れた。在学中には、リーグ戦通算で8勝1敗を記録した。大学卒業後の2009年に、日産自動車へ入社すると、九個健太郎などと共に、 公式野球部へ入部。日産自動車野球部は入部初年度限りで休部したが、石田祐介、秋葉智和と並んで主力投手として活躍した。チームの活動休止前最後の試合であった第36回社会人野球日本選手権大会準決勝、対 JR 九州戦では先発投手を務めている。2010年に三菱重工神戸へ移籍。 エース木林敏郎、同期入社の森安玉夫と共にチームを支えながら、チームの第81回都市対抗野球大会出場に貢献した。2011年には都市対抗野球大会の兵庫県予選前に腰を痛めた。後の診断で追感板ヘルニアを発症していることが判明したため、7月に手術を受けた。 その影響で対外試合への登板機会はなかったが、同年の NPB ドラフト会議で、ヤクルトから6巡目で指名。契約金3500万円、年俸800万円という条件で入団するとともに、日本精神師の巻を経てこの年から在籍していた、久し、イニシエと再びチームメイトになった。入団当初の背番号は40。2012年には、 即戦力と期待されながら、右肩痛を発症。その影響で、一軍公式戦への登板機会はなかった。2013年には、4月19日の対、阪神タイガース戦11回裏に、救援投手として一軍公式戦にデビュー。この試合でプロ初ホールドを記録すると、7月3日の、対横浜 DNA ベイスターズ戦で一、軍初先発を果たした。 8月6日の対中日ドラゴンズ戦に先発すると、6回、無失点の高頭で一軍初勝利。一軍公式戦全体では、5試合に先発するなど、10試合の、登板で1勝2敗1ホールド、防御率4.65を記録した。2014年には、開幕から一軍の先発ローテーションに入ると、5月までの、セントラルリーグ公式戦で3勝を挙げた。 セッパ交流戦以降は不調や故障に見舞われたため、6月下旬から9月下旬まで2軍で調整。9月下旬に1軍へ復帰してからは、シーズン終了まで、救援投手として公式戦での登板を重ねた。1軍公式戦全体では17試合に登板。11試合に先発すると、3勝4敗、防御率5.35という成績を残した。 周期キャンプの終了後には、一軍監督へ就任したばかりの真中光から、最も成長が感じられた選手の一人に挙げられている。2015年には、一軍公式戦で、自己最多の27試合に登板。10試合に先発する一方で、4勝3敗1、ホールド、防御率4.78を記録した。2016年には、 一軍公式戦の開幕から休演で4試合に、登板。4月上旬からの二軍調整を経て、セパ交流戦の期間中に先発要員として一、軍に復帰した。しかし、先発で登板した6月15日の対福岡ソフトバンクホークス戦で打球を処理する際に右肩を、負傷。この試合を境にリハビリへ専念したため、一軍公式戦全体では、 6試合の登板で0、勝2敗という成績に終わった。右肩の回復に時間を要することから、10月18日に、球団から支配下選手契約の解除を通告。11月20日に育成選手としての再契約に至ったため、背番号118に変更した。2017年には、イースタンリーグ公式戦1試合に登板しただけで、 シーズンの大半を右肩のリハビリに当てた。育成選手に関する NPB の規約で、10月31日に一旦自由契約選手として講示されたが、後に育成選手としての再契約に至った。2018年には、イースタンリーグの前半戦で11試合に登板。2勝3敗、防御率2.43という成績を残したことから、7月30日付で、 支配下登録選手に復帰するとともに、背番号も40に戻した。8月15日の対読売ジャイアンツ戦で、先発投手として一軍公式戦に復帰。この試合では、敗戦投手になったが、同月29日の対阪神戦にも先発すると、5回、2失点という内容で一軍公式戦1161日振りの白星を挙げた。しかし、 一軍公式戦には、以上に試合へ登板しただけで、シーズン最終盤の10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。本人は、NPB た球団での現役続行を希望していた。ため、11月13日にシートバッティング形式の12、球団合同トライアウトへ参加。対戦した3人の打者のうち、マスダ・シンタロに安打を許しながらも、残り2人を凡退させた。 トライアウトの直後には、社会人野球の日立製作所公式野球部から入部のオファーを受けたが孤児。結局、NPB た球団から現役投手として獲得する、胸のオファーを受けるまでには至らず、同月24日に現役引退を表明した。12月2日付で NPB から改めて自由契約選手として孤児。2018年12月4日に、 打撃投手として阪神タイガースと契約した。ちなみに、阪神では、ヤクルト時代のチームメイトだった、ヤギショゴとも、フルノと同様の経緯で2020年シーズンから、打撃投手として契約。フルノが2019年シーズンから契約していることが、自身の現役引退や打撃投手転身への決め手になったという。 オーバースローから投じる最速時速140キロメートル台、後半のストレートと、キレのあるスライダーが武器。カーブや、チェンジアップなど、多彩な変化球も投げられる。ヤクルトへの入団後にシュートを習得してからは、スライダーとのコンビネーションで、打ち、外角を幅広く使いながら、打者のバットの芯を外すという投球スタイルを、確立した。 2016年に右肩を痛めたことを機に、右肩への負担が少ないサイドスローへの転向を模索していたが、現役最終年の2018年には再び、オーバースローで投球していた。野球選手としては、右とう右打ちであるが、日常生活は、左利きで通している。大のアニメ好きで、ヤクルトへの入団当初に居住していた、球団合宿所、戸田寮では、 人気漫画のキャラクターのフィギュアを自室に飾っていた。また、遠征先にもアニメ作品の DVD を持ち込んでいたという。ヤクルト時代の2013年に初めて一軍のマウンドを踏んだ阪神戦では、阪神ファンのマートンコールを自身の愛称、マー君かと思い込んでいたため、地元なので応援してくれているんだと勘違いしていたという。 ヤクルトから戦力外通告を受けてから、現役引退を決断するまでの期間に、プロ野球戦力外通告、首を宣告された男たちの密着取材を受けていたため、その模様が2018年12月30日に、全国ネットで放送された。ありがとうございます。